オン・ユージュです。小説家です。私は台湾人の両親がいて、3歳の時に日本に引っ越してきました。その時からずっと、もう37年間この東京に住んでいます。私はずっとこの町で大きくなったんですが、20歳になっても一度もまだ選挙を経験したことがありません。日本国籍がないからです。いつも選挙のたびに寂しい思いをしてきました。自分はこの町とは関係ないんだなっていうふうに諦めてきました。今回また東京都知事選挙があるという時に、宇都宮さんのホームページを見たら、定住外国人に対する政策があって、それを見た時にすごく胸が熱くなりました。私たちのような票にならない人たちのことにも、この人はなんて言うんだろう、この人は目を向けてくれてるんだなと思ったら、他の政策でもきっとこの人はこの町に暮らす全ての人に寄り添っているんだろうなということを感じました。そのため私は心から宇都宮さんを支持します。私は寄付もできないし投票もできないけれども、こうして自分の言葉で宇都宮さんに未来を託したいということを訴えたいと思っています。自分が投票できない分、投票できる方々がいつもとても羨ましいです。今回もしも自分に投票できたら、絶対に宇都宮さんに一票投じたかった。どうか私の代わりに投票ができる方々は宇都宮さんに一票入れてほしいなと思っています。